今回の動画はアンビーク様の提供でお送りいたします。オールインワンプロテインで手間いらず、ぜひ皆さん買ってみてください。ご支援ありがとうございます。はい、ということで本日もやってまいりました、第5回かな、新人限定東京パワーリフティング選手権大会ということで、本日墨田区の、ね、会場に来ております。で、もう今日は何といってもですね、はい、あのさくらちゃんの初デビュー戦ということで、今回セコンドとして来させていただきました。で、なんかさくらちゃん結構体重がやばかったらしくて、なんかそこら辺のなんかあのなんかごちゃごちゃっていうのは多分あっちのチャンネルに載ってると思うので、ぜひ見てみてください。で、今日なんですけど、さくらちゃんの動画に関してはまあ撮るんですけど、基本的にはもうあっちのチャンネルで見てほしいので、なんか僕の方では今日この新人戦の、セコンドしながら、まあ、夜世界大会向けてね、空港行ったりとかするので、まあ、そこら辺もね、人事含めた Vlog で撮っていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、今日はね、ちょっといつもと違った一日ルーティーンということで動画をやっていこうかなというふうに思います。それでは最後まで動画ご覧ください。いきましょう。ありがとうございます。なんかすっきりしましたあれと思ってたんだけど、あれ 目大きく見える。すごいえ、だって朝、52.8 でした、起きて。そうだね、そうだね、LINE、はい、もらったもんね、はい、で、ホテル出る前に自分の体重計で測って、51.9 すごいやん、落としすぎだよ。めっちゃ落としました。落としすぎだよ。まあ、でも新人はみんな落としすぎるんだよ、最初。でもここでちょっと体重計誤差あったら、これね、低く出る。やっぱり及川さんも言ってた、さっき。そう、ここで多分やったとしても 51.9 だったんでしょ、ホテルの時で。そこから今汗かいて、それ長ズボン着てきた。51.3 とか4とかじゃない？なりますか？なるなる、全然なるよ。いやー、体つったりとかそういうのある？あ、全然。全然ない？もうでも飲み物飲みたい。そうだよ、炭酸飲みたい。なんであれ？まだまだ減量あと 2,3 人ぐらいの。あ、そうなの？そう、あと 2,3 人ぐらい。で、もう自分の順番？オッケーオッケー。え、これスクワット。さくらちゃん体重は？51.60。やば、落ちすぎやん、もう。落ちすぎ？落ちすぎだよ。やば。51.95 が一番いいんだから。そっか。え、でも体重比の、その狙うっていうんだったらいけますよね。ああ、そうだね。はい、さくらちゃん、ということで、減量、多分この前の動画がおそらく減量で、51.6kg。はい。っていう動画があって、はい、この間に実はもう試合が終わりました。お疲れ様でした、さくらちゃん。いや、本当にね、もう痺れました、僕は。めっちゃもう疲れた。疲れたね。やっぱパワーは本当終わるとわかるけど、マジで疲労感今ドッときてる。まあ緊張もそうだしね、いろんなのが抜けて大変だと思うんだけど、とりあえず、さくらちゃんの、試技結果に関してはですね、さくらチャンネルの方で、アップされているので、僕の動画のタイミングで、まあ、後々 URL 貼っとくと思うので、もし見れる方は見てみてくださいということで、さくらちゃんお疲れ様でした。私はちょっとこの後ですね、このまま、羽田空港に行って、リトアニアに行ってきます。そんな中ありがとうございます。いいえ、またホテルでいっぱいサービスしてね。やばっ。さあ、ということで新人戦の会場から出て、はい、羽田国際空港着きました。ということで、俺らが今から行くのどこだの？ So we have to, transit at Finland? Finland? Yeah. Okay, we have to check. No, Helsinki. Helsinki. Yes. No. どれだ？少々お待ちください。うん。3, 2, 1. Get out. Okay, Helsinki. Terminal 3, check in L. Check L. Yes, let's go. Let's go. Yeah.さあ、ということで、ゲートは L。L は、L、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、L です。素晴らしい。そう、 L に勉強してきたね。いやー、yeah! さあ、ということで一体どこに行くのかというと、とりあえず L 見るか。 L か。
さあさあさあ、ということで俺たちは羽田第三航空ターミナル、そして国際線のね便に乗るということで、私小さい頃にですねタイには行ったことあるんですけど、ほぼ物心ついてない頃だったので、もうほぼ初です、これ人生。こんな感じなんだね、国際線って。まだ日本だから、外国人しかないじゃん、もうここ、まだ日本だね、すごいね。ということでちょっとじゃあ行ってみますか。あ、これ Give me a second. But it's not ヤマト、ヤマトじゃない。カナンちゃんの荷物探し。すいません、ヤマトのカウンター。L カウンターまで行ったのに、まさかの荷物の受け取りは、はい、A でした。A です、戻ります。はい、今から戻ります。よかった。誰だよ。間違いないですか。はい、そうです。ありがとうございます。サインだけすいません、はい、お願いします。これ取りますね。はい、カナンです。今日はですね、羽田空港の第3ターミナルへ来ております。はい、ご覧の通り汚い足をしております。ナッシン、マジインザマツキヨ。そう、はい、ということでチェックインと手荷物の、預けが終わったので、これから一旦あのレイナがなんかお金を変えたいとか言うので、ちょっと今から付き合ってあげようかなって感じなんですけども、とまさかここに、はい、僕のコーチベーコンさん、沖縄から一旦着きました。那覇から何時間ですか。2時間半。だから俺らよりも2時間半プラス飛行機多く乗らなきゃいけないから、もう疲れてる。いや、もう疲れましたよね。もう正直疲れてるねえ。ということで一旦これで なんとかエクスチェンジして、でその後ちょっとご飯食べて、飛行機乗って15、6時間乗ってこいと思います。さあ、これが日本代表の食事と。ちょっと待って待って待って、こんなの食えんの。ちょっとちょっと見て見て、これ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 はやばい。いや、すごい、こういうのもらった。これがさ、世界で頑張るさ、日本代表の食事なんだよ、ほんとすごいよね、ほんとに聞けるよね、ほんと。これゼロ。あれあれあれこれベーコンさんか、これベーコンさんですか。よし、じゃあ今から12時間の旅に出てきます。みんな行くよ。もうやだ。行ってきます。あー、確かに。そうだよね。本当に大変でしたね。めちゃくちゃきつかったですね。ここから3時間休んで、また乗り継ぎで。また乗り継ぎです。信じられない。頑張りましょう。やばー。着いた。これやばいね。超いいやん。やばー。これがヘルシンキ。フィンランド？フィンランド。フィンランドね。Hey, good morning. Good morning. Yeah. Have a nice day. いや、睡眠薬、道飲んだ。は？飲んだの？結局？飲んだ。絶対寝るでしょ、普通に。めっちゃ寝れたけどな。ね。ということで、はい。よし、ということで、6月16日、日曜日、朝の4時半でございます。ここから3時間。休憩して、そのまま、また次はビリニュス、ついにリトアニアに乗り込もうというふうに思いますので、 Let's go。
どうでした初めての。マジで最悪。TSA チェック。ガチ最悪。俺のボディクリーム捨てられた。マジで。ボディクリームぐらいはいいんじゃないの？いや、許されないでしょ、こんなの。あと何が省かれた？省かれた？和菓子。和菓子？うん、あ、でも省かれた。でも結局回収したよ。ほら、わらび餅。わらび餅は液体ということで、あ、これ液体だと割れたの？そう、だから、うん、手でこうふにゅってできるものは液体とされますみたいな、うん、マジ、うん、あ、そういうことだった。あとなんだっけ、あとなんか取られたよね、ヘアクリームとか。うん、募集されたらあの1個。うん、うん、でも本当はあのちっちゃいやつもなんかどのくらいオーバーしてるかダメなんだよね。なん 100以下だったからギリ大丈夫だった。あ、そういうこと。うん、ちょっともし海外行く人は皆さん気をつけてください。こういうこと起きるんで、僕の動画を通してあの海外の常識学んでいきましょう。はい、じゃあ超綺麗、やばい。ここね、フィンランドの中にコーヒー屋さん、超綺麗。すごい。1700円。え、あばいよ。こいつです。ヨーグルト with ハニー。あ、ヨーグルト、ヨーグルト&ハニーで、これがブルーベリーヨーグルトマフィン。化け物でしょ普通に。みんなもこんな感じで頼んでます。えい、じゃあフィン、ちゃんと笑ってる、うん、フィンランドに乾杯しよう。乾杯。さっきまでうだら文句しか言わなかったのに。はい、結構めっちゃ早く着くと思う。あの昼前までには手に着いちゃう。バカうま。荷物預けて。やばいこれ。買い出しして、よかった。俺も持ってきた。これ日本で売ったらバカ売れするわ。俺これやるわ、ビジネスで。プロテインプディング。これさ、20g って書いてあるけどさ、今なんかスキャンしたら 11g って出てる。マックスなら。さて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 、次はリトアニアに向けて出発。やば、来た、リトアニアだわ。すげー、やば、すごい。人生初ヨーロッパ、リトアニア着きました。ちょっと日本人待ちます。すごいね、着いたよリトアニア。さあ、ということで、よいしょ、ここが、リトアニアのビリニュス空港なのかな。ああ、日本から約14時間ぐらいかかって着きました。はあ、マジ疲れた。すげえ、景観でけえ、怖えって。オーバーサイズ荷物ゲット。It's like a formula。めっちゃ笑われてるやん。これがブレーキなんだよ。これがこれで。よかったね。コングラチュレーション。コングラチュレーションだよ。あっち。あっち。よし。あまり素材ない。もう。いらないよ、そこの素材。さあ、ということで、荷物の受け取り終了して、来ました。リトアニア、これがビリネス空港。すごーい。
やばいね、これ超綺麗、空なんか今やってますね、英語ということで、現地では やばいよ、着いた。これが、今日泊まる、これから今日ね、泊まっていくホテルでございます。すごー、自然エグチュー、聞いてこの音、ずっと鐘鳴ってんのよ。なんでずっと鐘の音鳴ってんの、マジで。で、今荷物がこれで全部出終わりましたので、どうなんだろうな、この後の流れは。ちょっとわかんないんだけど、多分一旦荷物を置いて、で、食料調達かなんかに行くのかなと思っております。グッバイ、グッバイ、グッバイ。 See you later, see you later. See you later? OK, OK. そんな感じで、基本的な場所はここ、僕らここに泊まりますんで。はい、グッバイ、Thank you。 そう、あの人がドライバーさんでした。お前聞いてない。はい、めっちゃ荒かったです、運転。はい。 Good, how are you? Fine. Are you ready for petition? Yeah, I mean, I'm about to get ready, we'll see. You're tomorrow? Yes, and you too. I'm not competing, but I'm coaching tomorrow. You're coaching? Yeah, I'm not competing. 味噌スープと世界大会。超うまそう、やばー。みんなでホームパーティーです。ビール取らなきゃな、最高だ。はい、おはようございます。ということで、世界大会に、違うか、リトアニアについて2日目になりました。もうね、昨日はご飯食ってもうバタン球だったので全然ちょっと集中できず終わってしまいました。で、今日は日本選手団2名出るので、その応援をして今日は1日終わりになります。で、僕はね、現地の練習は明日やることになるので、今日は一旦皆さんの応援という形で1日を締めくくろうかなというふうに思います。とにかくね、リトアニアがね、最高、めっちゃいい国。もうね、自然囲まれすぎてるし、気温とかも超いいし、最高なのよ。ちょ、そんな模様もね、映していけたらなというふうに思います。それじゃあ今日も行く。